やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、サルノーツのゼロという名前のついたイヤホンは、同じ時期に集中して複数台発売されたけど、その中でも、低価格モデルとして評判の良い一台だ。購入の予定はなかったんだけど、あんまりにも周囲の評価が良かったので、掴んでみたぞ。サルノートゼロは、3000円程度で購入できる、非常に安価なリケーブル可能イヤホンで、フェイスプレートと、リッチな色合いの本体樹脂部分が組み合わさって作られている。フェイスプレート部分は鋭角な角がいくつかあるんだけど、本体側の方は丸まっていて、装着感に大きな不安は感じなかったな。個人的には、写真より、実際に手に取ってみると少し大きいサイズ感だった。今回は、汚れや紫外線による劣化の影響が少ない、ブラックを選択してみたけど、表面加工が特に施されていない本体樹脂部分は結構安っぽい。いや実際に安いイヤホンなんだけど、所有した時の満足感については、あんまり期待しない方がいいだろう。ただし、製造上の難や仕上げの不備はなし、バリなどはないので、安心して使うことができるぞ。意外なところに上位機種と同じダストフィルターの採用などがあって、コストのかかってるところとかかってないところの区分がかなりはっきり分かれている印象。安っぽいところとコストのかかってるギャップが、むしろ安っぽさを強めているデザインだと感じたな。いや実際安いんだけど。とはいえ、実用面では妥協してなくて、こっそり傾斜させられているプラグ差し込み部分など、低価格機ながらこだわりの要素もある。付属ケーブルは最初から十分に実力を発揮できるものが付属しているけど、リケーブルによってキャラクターを若干変更してもいいな。遮音性は良好。一般的なイヤホンと同様、それほど音漏れにも注意せずに使うことができるだろう。付属イヤーピースは好みが分かれるかも。このイヤホン、若干の感触系で、キレの良さが魅力なところがあるんだけど、その魅力と真っ向から対立する、小さめの開口部と柔らかい素材。イヤーピースは、ノズルが短くなるように、短軸で背の低いタイプ。僕はこのタイプでも、特に問題なく装着できたけど、開口部が広く、かつ硬質な素材を使ったイヤーピースの方が、このイヤホンの方向性に合っていたかもしれないな。というわけで、かなり割り切って、しかし要所はしっかりと抑えた外装を持つ低価格モデルとなっている。ただし、イヤーピースは人によって不満が多そう。色合いもかなり攻めてるので、無難なカラーのものに置き換えてしまうのもいいかもしれないな。中身について見ていこうか。サルノーツゼロは、最もオーソドックスと言える、1ダイナミックドライバのイヤホンだ。国内よりも若干大きめのドライバを使うことが多い、中華イヤホンの定番である、10ミリ直径の振動板を採用した、1ダイナミックドライバだな。1ダイナミックドライバの低価格機モデルというと、現在、実にライバルが多い状態、KZ や TRN などの BA 抜きモデルから、トリポーインミール、ブロン BL7、CCA-CRA+、ヘルツサウンドハートミラーに、国内モデルだと、リケーブルできないけど、ファイナルの F シリーズ回などなど、低価格で非常に多くの選択肢が存在するジャンルとなっている。特に中華系だと、同じ10ミリで傑作機がずらりと並ぶ状態になっており、かなりライバルが多い状態だ。ただし、ゼロは、それらのライバルを一回り下回る、2000円台後半から3000円台前半での展開となっていて、この価格差を埋める音質を出していれば、活路はある。で、音質なんだけど、確かに価格帯でもトップクラスの音色だ。ただし、何か驚くような目新しさがあるわけではなく、また、5000円クラスにずらりと並ぶやべえ奴らのような、特に魅力のあるポイント、というのは特に感じられない。というか、その重要さこそがサルノーツらしさ、というべきなんだと思う。流行りの弱ドンシャリ、若干の感触より、この、いかにもありそうな感じのバランスながら、この価格で優れた完成度を見せるのが、このゼロ、といった感じだ。上位のサルノーツディオコも、同種のドライバを採用した競合モデルの中では、弱ドンシャリなんだけど、どこか抑制的な印象を受けたところからも、ゼロはサルノーツらしさ、をしっかり出した低価格機なんだと思う。高音はそれほど大きくないが、一部の金属音などにはしっかり反応する。より伸び伸びした音を出す機種はあるけど、絶対に弱点にはなり得ない。ボーカルもよく出る。ただし弱ドンシャリなので、ここがぐいっと持ち上がるわけでもない。低音もそこそこ出る。ただし、20時期ダイナミックドライバモデルや、デュアルチャンバーモデルに比べると、一歩引いた印象だ。これを程よい、と感じるか、突破点のない音と感じるかで、大きく評価が変わると思う。高評な人はもちろん前者の評価になったんだろう。空間に関しても、自然で、突出した感じがない。広すぎず狭すぎない、適正な印象を受けたぞ。ここまで書いて思うのは、このようなバランスの取れた音、少し前だったら、もっとお金を積んで調整されたモデルじゃないと、聞けなかったよな、ということだ。ゼロに求めているものが、何か個性のある音か、万能感のある音か、をよく吟味してから購入するのがいいだろう。価格に対して明らかに優れているのには違いない。一方で、複数のイヤホンを買っている人には、その魅力をつかみづらい機種になっている可能性もある。そりゃそうだよ。誰にでも手に取れる、誰にでも愛されるイヤホンを目指したんだもの。もっとピーキーなもの掴んでる人に対するインパクトは薄れると思う。一方で、より自然で、よりバランスよく、より汎用性が高くてより安く、そんな指標で購入すると、明らかにぐーんと評価の伸びる一台だ。好みにはっきり合致してると分かってる人、もしくは自分の好みがまだ決まっていない人におすすめしたいな。可能性を信じて爆買いできる値段だけど、爆買いはあんまりおすすめしない、しっかりとした魅力のあるイヤホンだ。君が求めているものが、低価格、高水準、そしてバランスならおすすめするぞ。と、こんなところだな。思ったより個性より全体派だったので、ちょっと意外だった。いや、猿の鬱のキャラクターを考えれば当然なんだけど。猿の鬱は今後もこのキャラクターで、低価格化を進めていくんだろうか。これだけバランスの良い商品を安定して出す低価格ブランドはそうそうないので、そういった点から、唯一無二の中華イヤホンブランドになるかもな。といったところで今回はここまで。